僕たちロボピッツの正式メンバーとして迎える認定式を行いたいと思います。一郎はこれまで誰も動かすことのできなかったコンボックを見事に再生させました。その行為は入会資格をクリアするものと認めます。これで一郎も俺たちの仲間だ。乾杯しよう。腹減ったよ。はい一郎。はいコンボック。ちょっと待って、まだ認定式はこれか。もうないんだよ。はい、ヤンマ。乾杯。乾杯。コンボ君、乾杯ドン。ファイドン、ないない。そんな寂しいドン。ファイ。車の充電をしてくれ。満タンにな。え、車のですか。申し訳ありませんが、ここはロボット専用のステーションでして。なんだって。お前人間様の言うことが聞けないのか。いやいや、そういうわけじゃなくて、ここで車の充電をすることは規則違反でしてよ。おい、お前ロボットの分際で俺様の言うことが聞けないというのか。わしを誰だと思っとるんだ。わしはこの町の有力者を何人も知っとるんだぞ。わしに逆らうとお前など簡単にスクラップだぞ。それが嫌ならさっさと充電しろ。待てドン、行かないドン。なにあれ。一郎が修理したマウスよ。へえ、さすがじゃない。 AI が本物のネズミみたいになってるんだね。AI は進化する電子知能だからね。なんてことするの。使ってきたのはそっちだぞ。ユリ、僕ね、また最新式のロボットを手に入れたんだ。ああ、そう、よかったわね。どんどんしっかりして。知ってるだろユリ、僕のパパはロビックス社に強いコネがあるんだ。だからいつでも最新式のロボットを手に入れることができるんだ。最新式のロボット。マジ見せて。お前どこの誰だよ。新メンバーの一郎よ。このコンボクを蘇らせたのよ。コンボック？ああ、あのガラクタの中にあったスクラップか。修理じゃなくてただ電池を入れただけじゃないのか。あら、こいつ餌になるな。餌？ロボットの餌なんて聞いたことないわ。それがあるんだな。なんですって？うん、紹介しよう。僕のチーター5000だ。よし。ほら、餌だ。やめろ。チーター、そいつをどうにでも料理していいぞ。な、やめて。おい、やめろチーター。やめろから。やめて。助けて。チーター5000最高だぜ。本当、マウスと追っかけっこできるしね。すみません、ちょっと調子は悪くて。あ、見て、足が赤くなってる。本当だ、何か異常だ。どうしたの、バッテリーの。ああ、わかりません。なんだか気分が。そんなお客がいたの。とても理不尽で私を困らせるんです。それを我慢していたら気分が最悪になって。今まではこんなことなかったんですが。 AI の感情コントロールユニットにストレスがかかったのね。感情回路バリアと N 電池をクロスさせて修正できるわ。それってユニットを交換するわけじゃないよね。え、調整で直すわ。よかった。
ユニットを交換したら、せっかく成長したロボットが元に戻っちゃうもんね。感情レベルを下げておいたわ。ありがとうございます。気分が元に戻ってやる気が出てきました。このまま充電ステーションの仕事に戻して平気かな。大丈夫だと思うけど。バッテリーの、また気分がおかしくなったらすぐここに来るのよ。わかった。はい、そうします。じゃあな。また明日。あ、じゃあね。バイバイ。ねえ一郎、今日からコンボクと一緒ね。うん。じゃあ仲良くね、コンボク。じゃあ明日。じゃ。バイ。そんじゃ、俺たちも帰ろうか、コンボク。俺たちも帰ろう。紹介するのよ。よし、ぶっ飛ばせ。ぶっ飛ばせ。火力調節に失敗。ドーナツが全部焦げました。ご心配なく破棄します。お、皿の三枚割れました。ご心配なく新しい皿を補充します。火力の調節がおかしい、治らない。ああ床に水が滑ります。ご心配なく皿が割れただけです。同時だロボットともに。もういい、明日から俺一人でやる。父さん。うん。コンボックだよ。お。ダメだダメだ。ロボットたち絶対うちには置けんぞ。父さん、コンボックは俺の大切な友達なんだ。ダメだ。うん、元いたところへ戻してこい。コンボック、ごめん。ごめん。はい、皆さんで、プロフェッサーキキキキキキーと、クリスタニウム、この美しい輝き、この輝きがわしをこの世界の支配者にしてくれるんじゃ。なんじゃ。見つけ出したのはまだ一体ではないか。ただ見とれていても増えはしないぞ。わかっとるわい。このゾクゾクする輝きがあと100個集まるかと思うと、もう辛抱たまらんわい。あー、ダメ、あ、ダメダメダメ。あプロレッサー K、何してる。パンチ機が反応してるではないか。え、あ、どこかでクリスタニウムが動いとるな。あ、ところで昨日の夢の話をしたかな。わしがまだ若くて髪の毛がもっとふさふさしとってね。ドアを開けるとわしの名を呼ぶ声がする。過去の予言に気をつけよ。プロフェッサー K、 さっさと回収に向かえ。了解。ダメだ。ロボットだって絶対うちには置かんぞ。コンボックは俺の大切な友達なんだ。ダメだ。元いたところに戻してこい。コンボック、ごめん。ごめん。競争だ、コンボック。競争だ、競争だ。競争だ。もうダメだ。もうダメ。競争だ。うちに置くなですって？うん。何それ？あんたのお父さんロボットが嫌いなんじゃないの？
本当に今時珍しい。うそ、だったらこの町で暮らしていけないぜ。分かったわ、私が話してみてあげる。本当？けど父さん頑固だからな、無理かもしれない。あら、このドーナツ屋って。いらっしゃいませ。あれ、この前の。あなたが一郎君の？ええ、父親ですが。もう、あったまきちゃん、何よあの態度。欲しいからといって何でも与えるのはどんなもんですかね。この町の子供はみんな自分のロボットを持ってるの。みんながみんな同じようにする必要はないでしょう。それぞれのやり方があるんですから。彼は誰も直せなかったコンボックをよみがえらせたのよ。うちはこれまでロボットの助けなんか借りなくても十分やってきたんだ。あなたはロボットに対して偏見があるわ。とにかくうちにはロボットは必要ない。余計な口出しはやめてもらおう。もうお話になんないわ、ほっとかんこやじ。探偵ロボを探しならプライベートアイをおすすめします。ロビックス社の新型ロボットです。やっぱりイオンの説得も父さんには無駄だった。だから仕方なくその夜はコンボックをロボピットに置いてきた。どうした？あいつはあのロボットじゃねえか。一郎、また連れてきたのか。だーれだ、主役登場。ピンポン、近いな。この近くにクリスタニウムの反応をさせておるロボットがいるはずじゃ。いらっしゃいませ、充電ですか。こいつを満タンにしてくれ。ハイオクでね。了解しました。ハイオク、ハイオク。こいつじゃないな、違うね。わあ、こいつも違う。忙しい忙しい、いた、こいつじゃ。充電ですか。ああ、こいつを満タンにしてくれ。ハイオクでね。了解しました。ハイオク、ハイオク。あ、こいつじゃないな、違うね。あ、こいつも違う。忙しい忙しい。いた、こいつじゃ。ヘイユー、おい、お前だよ。いらっしゃいます。ちょっとお前さんからいただきたいもんがあるんでね。なんだバッテリーの熱い体が燃えるような。始まりよったぞ、クリスタニウムの発動じゃ。これがクリスタニウムじゃ。ガーッて。おお、最高。ごめんよ、コンボック。お子様のお誕生日にはロビックス社の子供向けロボットを。ロボットは友達として子供たちの情緒を育み、仲良く一緒に成長します。ロビックスは未来を作ります。欲しいからといって何でも与えるのはどんなもんですかね。この町の子供はみんな自分のロボットを持ってるの。みんながみんな同じようにする必要はないでしょう。それぞれのやり方があるんですから。彼は誰も直せなかったコンボックをよみがえらせたのよ。うちはこれまでロボットの助けなんか借りなくても十分やってきたんだ。あなたはロボットに対して偏見があるわ。とにかくうちにはロボットは必要ない。
余計な口出しはやめてもらおう。はい。一郎くんいます？ロボなんとかってところだと思うが。ロボピットね。ありがとう。何があったんだい？バッテリーのが暴れてるの。なんだ、せわしないから。中央大通りのロボット専用充電ステーションで従業員ロボットのバッテリーのが暴れているという映像が入ってまいりました。詳細は不明ですが、この映像を見ただけでもバッテリーのが暴走し、周辺を離して。まずい。急ぞ。一郎待て。あれだ、大変なことになってる。充電ステーションの締めだぞ。やめなさい、バッテリーの。ブルーモーター、ブルルン、バッテリーのを止めるんだ。よってブルルン。これをアンドブルアタック。俺の得点だろ。ブルボリボリじゃなかった。ブル、今度はこれじゃ。よし、ブルモーター頑張れ。お前に特別の充電をしてやる。ブルモーター、もうダメ。ブルめ、着地地点におるから踏みつけられるんじゃよ。ブルモーター、お前まだ何しに来たんだ。ん、こないだのガキか。スカベンジャー吹っ飛ばしておしまい。スカベンジャー吹っ飛ばし、そうはさせない。ブルブルブルモーター。あれ、どうぞ。無茶しちゃいかんな、一郎。今度こそしっかり掴んでおれよ、スカちゃん。あいつバッテリーのに何を。またよ。はい、痛くない痛くない。どうぞ。大丈夫だ、頭を上げるな。また抜け出したな。Thank you.
はよう。父さんはようやくコンボックを家族として迎えてくれた。あら、クリスタニウム。